皆川だ。ふん、そう来なくっちゃ。お前早いんだってな。 4WD 相手に練習中だそうだ。俺から逃げられたら大したものだ。もう一戦か。見せたんだ、自慢のスプリント。GTR みたいな重量級でそこまでやるかって感じ。一人はサーキットの壮行会で見たことあるが、衝撃的だったぜ。まあうちの社長くらいの年齢だっていうからな、毎日のようにガンガン走ってるってわけにはいかないだろう。 GTR の 4WD システムじゃもう嫌でも認めるしかない。どれや、意外なほどストレートのスピードは乗っている。俺たちが見ればまだ本気じゃない。地元じゃねえのにあの車、えらいことだぜこりゃ。とてつもなくレベル高いんじゃねえのか。俺の見込み違いかな。どう考えても遅い。うまいことはうまいんだが効率が悪い部分があるな。何？速い。予想以上の速さだ。分かったろう。追いつかれた場合、単に決着がつかずに2本目に移るだけじゃないですか。それは違うよ。もし1本目で決着がつかなかった場合は、コウちゃんにとって圧倒的に不利な展開になる。行動バトルの6秒はそれほど大きな差じゃない。後半のダウンヒルで相手が見えない分だけプレッシャーがかかる。距離が離れていてもお前1秒を争う熾烈なデッドヒートなんだ。
もう始まってるみたいだな。なんだ、今日は上りが先か。いや違うよ。え、上りと下りの複合ステージって話だ。複合ステージ。ああ、ヒルクライムとダウンヒルで一本、決着がつくまでそれを繰り返すんだ。素人の 4WD にどれだけ勝てたところで、所詮素人には車の限界を引き出せない。タイヤの状態が一番いいところでスパートをかければ、ガタイの重いこの80スープラでも余裕でかわせる。同じ FR 同士のこのバトル、リアタイヤの消耗戦に尽きる。本当のタイヤマネジメントはレースというフィールドに身を置いたものでなきゃ絶対に身につかない。1本目でせいぜい頑張ってリアタイヤを終わらせるこったな。スピードが自慢の峠の兄ちゃんはそこでおしまいだろう。イニシャル D。 来た、来たぞ、突っ込んでくる。近づいてきてやがるんだからな。なんやて、そんなはずあるかいな。区間タイマー出てるか。はい。これは誰や。あんたが最近噂になってる GTR だろ。後野さんが折り返し地点で抜いたぞ。暑さが応える年になったってことかな。どう見ます、酒井さん。ん？一本目であっさり終わってしまうんですかね。そうじゃない。このヒルクライムバトルは変則ルールが採用されているらしいんだ。変則ルール？だから上りではトラクションのいい GTR が有利で、下りになれば軽量の FD が有利という見方ができる。
ヒルクライムでタイヤに負担をかけずに温存してダウンヒルで勝負に出る作戦なんだろう。なるほど。それにアテーサ ATS はアクセルが開くのに応じて自動的にフロントへの駆動配分を決める仕組みになっているから。まさかこれほどの実力とはな。信じられねえぞ大輝。でもその時の GTR はドリフトしてたんでしょ。完璧なドリフトだったよ。うちの社長もあれにはビビってたな。どういうテクなのか説明つかないって言ってたよ。え、社長がですか。ありえねえよなそんなの。まあ星野にしてみればほんのお遊び程度のパフォーマンスなんだろうけど。だからこそ社長は今度のバトルは見ておけって言ったんですかね。ああ、星野が神業のようなペダルワークの使い手であることは間違いない。それがゴッドフットと呼ばれるゆえんだからな。GTR だけでも323334ともう4台乗り継いできている。32のデビューはありゃすげえ一発だった。この34は本当にいい車だぜ。32の唯一の泣きどころだった頑固なアンダーステアも消えてるしな。よく止まるしよく曲がるんだ。こんな楽しい車はねえよ。車が分かってねえやつに限ってちょっと金持つとベンツだのフェラーリだのに乗りたがる。俺は金はあるけどそんなもんには全く興味はねえ。俺は死ぬまで GTR だ。逃げ切れるかどうかの鬼ごっこだ。これは初めからそういう種類のバトルなんだからな。どりゃクソ、誰がタイヤの幅半分アンダーか。フロントタイヤを目いっぱい使ってきてるしな。表図体がいよいよ効いてきやがったな。目と鼻の先まで来てやがる。あんだけあったマージンも今やほとんどなしか。上等だ。
そこまで来てる。最終コーナー飛び出してくるぞ。Come round!